和田雄二から1918年1月5日は、日本の気象学者、海洋学者、東京大学理科大学物理学科を卒業し、中央気象台の前身である、内務省地理局測量課気象係に勤め、気象事業の統括と気象の調査研究に一生を捧げた、暴風警報や天気予報の創始者である、主な業績は1880年の富士山頂での、 気象観測、日本近海の海流調査、及び研究。また、東京物理学講習所の設立者の一人でもある。1893年農商務省水産調査所の水産調査委員会会員として、海流便による日本近海の海流調査を提唱し、1893、94、95年に海流便を放って親を黒潮の状況を調査した。 科学的に日本近海の海流が調査されたのは初めてのことだった。1913年よりは大阪毎日新聞社の講演を受け、大規模な海流便による海洋調査を実施し、1917年までに13,357本を投入、そのうち2,990本が回収された。この調査により日本近海の海流の大勢が明らかとなった。 この調査の報告は和田がまとめたが、生前には出版されず、1922年に日本艦海海流調査業績として出版された。北西太平洋各月平均水温分布図も発表している。1904年には日露戦争に際して朝鮮の新川に設けられた臨時観測所の所長に任ぜられた。後に総督府観測所所長を歴任した。 朝鮮に赴任中、即宇きや先生代のような伝統的な天文、気象観測機器に関して多くの報告を残し、異物や文献記録の収集と保護に努めた。1917年7月、朝鮮古代観測記録調査報告で、世界最古の雨量、風光の長期間観測が朝鮮で行われていた事実を報告した。任太田氏。 朝鮮科学史の流星速浮と気象学、統一評論第530巻第12号、2009年12月、90から96ページ、ネイド400億1690万6540。矢島スケト朝鮮における科学的断片、応用物理第12巻、第2号、1943年、67から71ページ、土井、10.11470。 オ九百三1932.1267日本気象学士荒川秀都ありがとうございます